般の皆様お待たせいたしました。ただいまから準優勝戦ラストカード第11レースを行います。対戦メンバーは1号艇広島の西島義則、2号艇福岡の中辻隆人、3号艇愛知の木野親義、4号艇長崎の樋口亮、5号艇静岡の芹沢和彦、6号艇徳島の川田雅人です。現在風の方は緩やかな北風です。気温は9度のコンディション。6艇バック側、ゆっくりとした作戦待機行動、バックなりに進んでいきます。1号艇西島義則が今ゆっくりと1コースへと入ってきました。前走地江戸川で今年初優勝を飾っています。浜の湖からの連続の優勝中、さあ3場所連続のファイナルをかけて1号艇西島が陰線です。2コースが2号艇中辻隆人、当地今年1月に優勝、さあ連続のファイナルを狙っていきます。西島の陰線を破りドリームを制したのはこの中辻でした。3コースはスタート決まっている3号艇木野親義、4コース角が4号艇樋口亮、5コース前半1着5号艇芹沢和彦、6コースが6号艇川田雅人、インから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。準優勝戦11レース2号艇の中辻スタートを除いている。インから1号艇の西島を出ていく。1号艇西島が見える。2号艇の中辻、そした間から4号艇の樋口亮、向こう正面は先頭争いです。2号艇中辻、1号艇の西島並んで、その後ろから4号艇の樋口が追走。スタートは前提正常でした。さあ2号艇1号艇並走となりました。懐からは4号艇の樋口が攻める。逃げる2号艇の中辻、さす1号艇の西島、先頭2号艇中辻隆人、前に出ました。2号艇中辻大きくリード。2番手が1号艇西島、3番手は5号艇芹沢上がってきた。4号艇の樋口が内に切り返していく。レース場2周目1マーク、2号艇の中辻トップ、1号艇西島2番手、3番手は4号艇下げ取った。5号艇の芹沢和彦が3番手をリードしています。上の3艇は2番、1番、5番の体型、その後ろ空きました。4号艇の樋口が4番手、5番手が6号艇川田、最後方3号艇木野、2マーク先頭は2号艇中辻隆人、2番手が1号艇西島義則、3番手は5号艇芹沢和彦です。レースはこれより最終周回に入ります。準優勝戦ラストカードの第11レース、トップは地元です。2号艇中辻隆人、その後ろ2番手が1号艇西島義則、3番手は5号艇芹沢和彦。今最後のバックガイド入っていく。上の3艇は2番、1番、5番です。この2、1、5、3連単のオッズは 47.8倍を指しています。最終ターンマークトップで旋回する2号艇は中辻隆人、ドリームに続きここも西島を破りました。2号艇の中辻、2、1、5の体型、まもなくゴールです。2番ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、4番、3番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。